はい、それではですね、今回は、プラットフォームやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ行きましょう。コンティニューから。さあ、ということで、殉教者ローゲリウスの、もう3週目ですかね。さあ、前回ね、輸血が結構足んなくなったんで、血を集めてきまして、現在格納数が200ということで十分にありますね。さあ、今日はね、この輸血を使い切るぐらいの勢いでガンガンやっていきましょう。さあ、これで、排除会員ハーストです。前回分かったことは、内臓攻撃が入るっていうことですね。で、避ける方向は、できるだけ、すれ違うように、前の方に、避けていくと。完全に前とね、ぶつかってしまうんで、ちょっと斜め前ぐらいに、避けるような、イメージで、いけたらいいのかなと思うんですけども。ちょいちょい いきなり死んだわ、ちょっと。 いやー、幸先悪いなー。いやー、もうね、ローキリウスにね、まずたどり着けないっていうのはね、ちょっと問題ですよね。いやー、この途中にね、やっぱちょっとかがり火じゃないや、ランプとかね、欲しいですよね。ないのかな、本当に。痛い。これやるな。なんとかここまで登ってきました。もう体力ないな。こいつで回復できるかな。半分ぐらいまでいいかなとか、お前もいるのかい。こんな痛いっけ、ここ。もう一体いる。普通に切った。2かけだね。これないのかな、どっか。ランプね。あそこまで行くんだもんな。遠いんだよな。持ってる以上に。よいしょ。とね、あそこから来てるんだもんね。あそこに来て、あそこエレベーターバーって登って、こう来てるわけだから。やっぱ遠いんだよな。なんか近道ないのかの。
どっから落っこってきた？そこに行けるんだ。謎です。さあ行きましょうか。なんでかって、神秘を恐れよ。あいつは神秘攻撃っていうことでいいのかな。そしたら、さあ来ました。今日、1回目の殉教者、ローゲリウス。今のな、09に合わせたって全然避けらんないんだよね。外す。違う、内臓いかない。端っこの方に行かれると困るんだよな。端っこに行くのちょっとやめてもらっていいですかね。足らない。開かないぞ。入んないね。ただ壁を整理するんじゃないよ、ちょっと。隠しが待ってる。あ、なに、これで内臓攻撃。あれだけ大難関で行きました。で、剣の目に刺した方がな。地味に刺さるんだよな。逃げる。足んのかい。足んのかい。くそー。剣のやつがめんどくせえな、一番な。
内臓から入ったけども。やばついなあ。なんかね、前半は攻撃をね、食らわないんでね。で、まあ短時間で終わらせたいんですけども、ちょっと一戦一戦ね、時間かかっちゃうのが、ちょっとまあ、大変なところですね。じゃね、これ外か。行ったんだよね。ああ、行った行った行った。まあこうなるか。そう、でもな、結構いいところまでね、減らしてたよね、さっきね。だから、本当に、いけないことはないと思うんだけども。やっぱ一番はね、食らわないことだからね。なんとか、食らわずに回避をしたいところだけど。神秘。行きましょう。2回目。ああ、これが当たれるのか。微妙にな。当たらないんだよな。当たってないんだよ、ギリギリのところ。いっちゃうんだね。帰ってないといけないの。くそー。なんで、食らったのかい。連続で。いいな。内臓入って一回出た。いよいよ買い切る。
あったー、うわー、なんかあったんだっけ、残りだけのやつが。当たんのそれ。剣がすごい邪魔です。剣破壊できないのかな。いけるんだ。あ、その一発投げればいいの、そしてあの剣で。剣の対処法分かったじゃん。そしたらよし、いいぞいいぞ。ぐらいだな、いってな。まあ今はちょっと3発だったけど。返したでしょ。これでやーっす、よしよし、まあ、とりあえず剣を破壊したっていうのはでかい。はい、落ち着いた落ち着いて。回復する。はいはいはい。欲張んない、欲張んない。はい、オッケーオッケー。回復して、よいしょよいしょよいしょ、あと一発ぐらいいけるか。よしよーし、倒したローゲリウス、さらばだ。よし、You hunted。 やったわ。殉教者ローゲリウス、いやー、やっと倒した。おめでとうございます。よし、一回帰ろう。いやー、3周目でやっと来ましたね。いやー、よしよし、これでまた先に進みますね。さあ、2万8000あるよ。レベルアップしていきましょう。技量1個しか上がんないのか。うーわー、ちょっとあれだな、なかなか。もうそっか、もうレベル50個まで来てるのか。結構あれですね、血の石も必要になってきてますね。おどん教会を登りたい、早く登りたい。よし、じゃあローゲルソン座行って、先に何かあるのかちょっと、見てきましょう。まあ、そしてこっから先にね、なんかまだあのエリアが広く広がっているってことはおそらくまあないとは思うんですよね。
どう見てもだ、どう見てもさ、だってさ、何にもないじゃん、この先。あんたも分かってるんだろう。座れないのか。残念だ。特別なアイテムを思い出せ。だから隠し道の時間だ。ここでいいの？ダメないか。特別なアイテム。なんだなんだなんだ。なんかもらったっけ？カインハーストの招待状。違う。あれ、なんかもらったっけ？ここ、来るとき。これがいっぱい落っこってたっていうのは、あるんだけども。コルオールではない。ない。なんだっけ、なんかあった？ねえ、館長。あ、これだ。違うな。これはでもオンラインアイテムだからな。違うよな。なんだなんだなんだ、なんかあった。違うな、なんかあったっけ。変態じゃないもんな。変態は子じゃなかったもんな。わかった。これだろ。これだよ、これ。これでここに近づくと出て、なんかもらったんだっけ。ノリ、ハリコン、確かないし、開始、賞賛、祈り、祈ってるー。違うな。違うな。服が違うか。あれかな、あれか。騎士装備か、騎士一式か。ここに仕えてます騎士でございますっていうことかな。違うか。祈る。何にも起きねえなぁ。あれ、ヒント、特別なアイテムだから隠し道の時間。特別なアイテムってなんだ。なんかもらったっけ。ここでなんかもらったっけ。あ、今やってますね、ローゲリウスと。確かに、だから鍵の時間。鍵って何？あ、これか。調べる。原始の王冠。あったあったあった。見つけたよ、見つけたよ。ボグ？多分ボグだな、原始の。よしよし、見つけた見つけた。なんだなんだ。これで、これを、王冠、カインハート肖像という秘宝の一つ。
なるほどな。ローゲリウスを倒したからその王冠をつけろと。かつて幻を見ると言われた古い王の冠はまた秘密を隠す幻を破る鍵でもある。故にローゲリウスは自らこれをかぶった。もはや誰一人汚れた秘密に触れぬように。寒々とした玉座から果たして何が見えていたのだろうか。よし、うわ、来たー。これで隠し道が開かれるわけですね。吹雪や、すごい。うわあ、建物があるんだ、この奥に。なるほどね。ですな。車椅子を許しはしない。適当がいいのかな。まあ、こういうところでアイテムとかな、落っこってるっていうのが、まあね、こういう RPG ゲームの、まあ、テンプレですけども。哀れな狂人、女王にまみえるがよい。女がいるってこと？女王様か。おお、消えたまえ。女を大切に、そして痛いばかりだ。訪問者よ。喋ってる。玉座のまま。わあ、ひざまずくか、帰れって言われた。すっごい銅像ばっかりだ。あ、ランプある。よし、帰りの時間だ。おお、女王様よ、俺の心受けたまえね。ひざまずく。女王をもっとちょっと近くで見たいんだけど、あんな顔隠れてんのか。でも真っ白くて綺麗だね、無礼者。星を思い出せ。わあ、私は王になったのだよ。めっちゃ怒られてんな。いや、私は王じゃないですか。同じことだな。ひざまずく。アンナリーゼ、この城の女王。教会の敵。なるほどね。ああ、血族の制約を願うか。なお、宗教的なことで、ね。ああ、なるほど。とりあえずやっとこう。まあ、また後で変えられるんでしょう、これはね。またね。契約を行わない。これ何が起こるんだろうね、契約をすると。まあ、とりあえずしとくか。さあ、すすりたまえ。
しをいただいたわけですね。そこで我が血族になったと。あ、もう二人しかいないのか。汚れと会員の証をゲットしました。会員杯かつ血の気が捧げるか。カインハーストの名誉のあらんこと。何をもらった。カイン賞、カインハーストの金鋭騎士たる証。このカリード賞とかと一緒なのかな。多分なんか武器が増えるのかな。そうすると、で、あとはこれだ、汚れ。瀕死の時 HP 継続回復プラス1。おお、ガクト、うん、カインハーストの血族、血の狩り人であり、死血に女王のための汚れを見出す。特に狩り人の死血の中に。だが、汚れは同時に医療協会の禁忌でもある。処刑隊に気をつけることだと。じゃあ、なんか襲ってくるんだな、多分どっか行くとな。まあ、ということで、まあ、私はね、今回王になりましたと。いやー、よかった、まあ。とりあえず、なんとかね、倒せましたね。さあ、次のルート、どこに行くかだよな。それがまだね、決まってないのよ。あと、行ってないのは、まあ、金域の森のあれを倒して、さっきのビルギンワース、行って、あの赤い月の後のとこに飛ばされた、古い教会のところですね。大聖堂のお隣の古い教会のところで、あとは、旧市街にも行っていないんだよね。なので、まあ、ちょっとその辺にも、まあ、行けたらいいなと、思うんですけども。さて、どっから行こうか。まあ、とりあえず、まあ、教会に戻りますかね。はい、まあ、であとは、この、なんだっけ、この、おじいさんが言ってた、お盆教会を、登りたまえというやつですね。とりあえずこれ強化け、汚れ、内臓攻撃、血の位置が増える、 HP 回復、輸血の所持数、これでいいか。強化はできない。あ、単純いける、単純塊か。あ、いけんな。ちょ、これもいっちゃおうか。これか。単純強化しましょう。で、結晶強化は？これ物理攻撃アップ。で、これ物理攻撃と瀕死の時の物理を高める。すべての攻撃を高めるのがついてるわけか。みんな消費を抑える、物理アップ、自己毒、とりあえず今かな。今のままでいいでしょうね。このまま行きましょう。じゃあ修理だけしていきまーす。
なんか新しいのは出ていない。こっちは新しいの増えた。なんかレイテルパスタシュー、あ、地下げ、何これ地下げって。カイハーストの血の女王アンナリーズの守る金閣下。あ、これか、増えたのな。薄く剃った刀身には複雑な刃文が刻まれており、それに血を這わせることで緋色の血統を形作る。だがそれは自らも虫を呪われた技。ああ、これ体力減ってくるのか、装備してると。わあ、なるほどね。高いな。5万もするぞ、これ。あ、カラスのやつ売ってる。カラス装備売ってんじゃん、これ。へえ。あ、それなんか売ってたっけ？全く覚えてないや。まあ、いや、とりあえず、このまま、行きましょう。ということで。Welcome, Odysseus. Good hunter, Aiden. Farewell, good hunter. とりあえず、教会の上に行きたいので、まあ、聖堂街からね、ちょっと、出発しましょう。さあ、あともう30分切ってるんで、まあ、どこまで行けるかだね。さあ、あれそこは一体いつになったら登れるんでしょうか。それが、まあ、わからないんでね。まだあの女の人は死んでるわけでしょ。よっちゃん、話は変わらず。私変だわ。固く閉ざされている。こいつになったら開くんでしょうか。あの鎮静剤でしょ、どうせ。いる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 わ。桃の種。そこはまだ、れなんかな、大聖堂は、もう、まだ行けないの？確かさ、あいつ倒しても飛べなかったんだよね。狩人を倒しても。あ、一撃なんだもん。もう一撃なんだな、これな。はい、内臓攻撃で HP 回復しまーす。これ強くていいな、HP 回復な。ここも行ってないんだよな。2発、まさかの2発ですね。じゃあこのでっかいやつは何発でいける？おお、やっぱ強いな。ああでもいい、ああでもいい、いけるな。あ、かけらかい。もう誰もいないもんね、ここね。でも使えないんだよな、かな。どうすっかのー。あとはね、ここ左行った古い教会と
全く行っていない旧市街だけど、まあ、とりあえずちょっと古い教会行ってみようかね。とりあえずまあカインハーストも行きまして、なんか行けそうなところは一応行ったんだよね。招待状をね全部使って、ここもな戦ったな懐かしいね、全部がね。うい、ここはもうちょっとダッシュで駆け抜けていきます、めんどくさいんで。はい、失礼します、失礼します。で、あそこの奥は開いてるんだよね。で、これもまた何捕まったらさ、なんかどっかまたの死んじゃうパターンかな、ね、これに捕まったら死んじゃうかな。とりあえず、まあ、先行くか。どこに行くんだろう。隠しがヤハル、うわ、またあった死んじゃうかな。何何、敵が地面から湧いてくる。だがしかし内臓攻撃で倒せば問題ないのである。一応なんかさすがにね、入ったところにランプはあると思うんで、まあ、ランプだけつけたいな。これランプだけちょっとつけたいね。止血8、まずランプつければね、だったランプ、いや、あそこにもいいんだけど、え、ね、そんななんかあいつっていっぱいいろんなとこにいるの。開くところではない。ランプつける、よし、いいぞいいぞ。隠しがヤハグルに到着いたしまして、気持ちがいいわな。なんかあの開けるなって書いてあったんですよね。だからまあ開けないで行ったんですけども、あと4000か。いやー、キリがない。ちょっと線だけちょっと、やってきます。大丈夫、起動してないんだもんな。そうだ、あれだ、あそこも行ってないんだよ。一番最初のあの診療所のところも、なんか女の人の声がするって言って行ってないんだ。あ、そっかそっか。わー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 、結構行ってないとこあるね。そうするとね、でも多分あそこの診療所が一番早く終わりそうな気がするんで、ちょっとじゃあ最後のね、診療所に行ってまあさーっとね見てきて終わりにいたしましょうか。強いな。微妙に足んないな。もうちょっとください。8000いくつだっけ。ステータスで見えないのか。
よし、まあ9000あればバッチリです、バッチリですね。余裕で足ります。いやー、何こいつは何、あの量産型なわけ、このなんかあの桃の種の顔をしたなんかチューチューしたやつ。至る所にいるんだね。ちょっともう一体がいろいろと移動してるってこと、そういうことではない。さあ、あと15分ぐらいですか。ですね、あと15分ぐらい。じゃあレベルアップして診療所行って、終わりにいたしましょう。よし、さあ技術の30まであと1ですね。1回病室。これって こっちだっけ？ね、こっちだ、そうそうそう、こいつはね、倒したんだよね。こっから入ってきた。でどっちだっけ、その女の人の声がしたんて。こっちか。あれ、何にも声がしない。あれ、もっと奥に行ったとこなんだったんだっけ。何にもない。あ、いた。え、何、ちょっとエッチ。え、なんかちょっとエッチ。あ、なんかピクン。あ、ちょっとピクン。あ、ピクン。え、どうしたの？あ、お姉さん。お姉さん、ちょっと美人。すごいビクンしてる。あ、ビクン。お姉さん、どうしたの？お姉さん。God, I'm nauseous. Have you found this?I can see things. どこまで行ったの？ I knew it. もうちょっと行っちゃうの？ I'm different. I'm a beast. I'm... God, it feels awful. But it proves that I'm chosen. Don't you see how they writhe, writhe inside my head? It's rather...幸せなんだ。じゃあいいんじゃない。ああ、もうこいつもちょっと頭おかしくなったってんな。ああ、赤子よ。ああなるほど、生まれるのか。なるほどなるほど。おお、なるほど。じゃあ頑張ってくれたまえ。で、何、ここはこれだけで終わりってこと、ね、もしかして。え？
という間に終わったな。戦ってる。ああ、死んだ。お姉さん、ちょっと。どうする？じゃあもう帰るしかないわけ？せっかく来たのに、お姉さん、ちょっと。これで終わりか。じゃあ診療所もなんか終わったってことね。もうね、女がいたけど。あんな診療所も終わってしまったな。他ルートないもんね。これどこ行けなかったんだっけ。繋がっていた場所がいまいち思い出せないんですよ。ここはどこじゃ。いいと。あ、行った。久しぶり。強いな、お前。お前強いな。できんだね。はい、ここは扉ではない。恐ろしい敵。どう、なんか裏側か。あー、あれだ、これ下から登ってきたんだっけ。ここなんかすんげえ長いとこだったんだよね。なんかメタルギアみたいな長いところを登ってきて、あれだ、沼地のところ。あれ、あ、これ開けてなかった。これ開くね。はい、来ました。まるで診療所のようだ。あれ、あ、これが、ああ、はいはい。で、ここ左診療所だ。はいはいはい。だから一番最初のところに本当に来たんだ。で、これ診療所の中通ると、こっから出てくるわけか。ははー、なるほどなるほど。わかりましたわかりました。はいはい。で、ここで一番最初のとこね。一応最初の、集会のところ。ね。もうこの余裕っすよ、もう。みんな一発で。あ、元気そうだな、今日も。で、この奥に、このね、その鎌持ったやつが、いるんだけど、今の強攻撃でなんか一発でいっちゃいそうだったね。秘訣あざっす。オッケー。よーし、じゃあ今日はこれで終了です。いや、なかなかルート潰しは素晴らしかったね。ということで、じゃあ次回は隠し街ヤハークルを、進んでいこうかなと思います。それではですね、ここまでご視聴ありがとうございました。無事、ローゲリウスを倒しまして、この王冠ゲットいたしまして、次回隠し街ヤハグルやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それではまた見に来てください。ありがとうございました。